皆さんこんにちは。さあ今日は永遠のライバル対決、こちら TT02B とそしてこちらね DT03、 このね2台でねどっちが速いのかタイムを測ってみたいと思います。両方ともタミヤ RC カーグランプリ仕様なのでね、タイヤはね C タイヤ、タミヤの C タイヤを履かせています。こっちもねタミヤの C タイヤを履かせてやりたいと思います。まあ最初に自分の予想を話すと TT02B の方が四駆だから速いのかなって感じはします。でこっちのね DT03 はね肉なんですけれども、まあタミヤ RC カーグランプリ仕様でね、肉のこっちの方がねギア比的には有利なんでね、まあちょっと走ってみないとわからないのかなってところもあります。ただねモーターはね両方ともスポーツチューンモーターに変えてあります。そこだけねタミヤ RC カーグランプリよりも少し速いモーターを両方とも積んでいます。さあそれではねコース作っていきたいと思います。今日はちょっと風が強いんでね、こうやってちょっとね穴を掘って、このねコーンがね飛ばないようにね、こう土をねかけてねコーンをね設置していきたいと思います。コースを作り終わりました。こういう風に走って少し食い込んで、そしてバックストレート、そして外周を回って青いコーンをこっちに行って、そしてこの青いコーンと青いコーンを回って、そしてここで少しねくの字に曲がりながら一周回る、そういったコースにしました。それではまずはねこの DT03 から走ってみましょう。タイヤもねタミヤの C タイヤ、タミヤ RC カーグランプリの、レギュのねタイヤに変えました。それではねバッテリーをね入れていきましょう。よし、さあ DT03 走り始めました。画面左上、さあバックストレート、おおバタバタしてまっすぐ走れなかった。さあ画面右側へ、さあ青いコーンを回って、さあコーンのねインをついていきたいけど、なかなかバタバタしてしまってね、思ったところに車を持っていけないですね。さあバックストレート、そして画面右側、さあインをつけるか、うん、ちょっとねやっぱ小回りは効かないかな。おお、バタ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 、すごいバタバタしてしまってね、思ったところに車を持っていけないですね。まっすぐ走るのが難しい。おお危ない。さあバタバタしながら、おっとすごい跳ねた。さあ画面左上、バックストレート、おお今のバックストレート早かったですね。でもまっすぐ走るのがね非常に難しいですね。さあ小回りで回るのも難しい。さあ画面左へ、さあここのくの字のところ、おっとまたすごく跳ねた。おっとコーンをね倒してしまいましたね。さあコーンを直して切り直し、さあバックストレート、いやすごく跳ねますね。今ねダンパーはねオイルダンパーを装着しております。エアレーションダンパーを入れたらこれよりはね跳ねなくなるとは思うんですけれども、ビッグウィッグね、前ここで走らせたビッグウィッグはオイルダンパーだったけれども、こんなにね跳ねなくてね、もっと安定して走っていたので、まあねこうやってバタバタしてしまうのはもしかしたら GT03 のマシン特性上の問題なのかなって思ってしまいます。おっとアクセルをねギュッて入れてしまうとね後輪が滑ってね、今みたいにねまっすぐ走らなくなってしまいますね。まあそれはね肉はねどれでもそうなのでね、まあ肉の特性かなと。でタミヤ RC カーグランプリは肉はねジャイロをつけていいんですけれども、このね DT03 はジャイロはついていません。
おっと、転がってしまった。やっぱりね、ちょっとギャップに弱いですね。転倒するぐらいね、跳ねてしまいましたね。さあ、バタバタしてしまうのでね、インをつくのも難しい。さあ、すごくね、操作はね、難しいです。まっすぐ走らせるのも難しい。さあ、バックストレート、うまくね、バックストレートをね、走らせることができたら、スピード自体はね、そんなに遅くない、速いのかなって思います。やっぱりね、DT03 ね、カーペットで走ったり、アスファルト路面で走るときはね、すごくね、あ、よく走るなって思うんですけれども、やっぱこういうね、ギャップがあるオフロード路面はちょっと弱いのかなって思いますね。こないだね、走らせたね、ランチボックスにちょっと似てるかなって、走らせにくさが。このままだとね、ちょっとね、デコボコしているオフロードを走らすのはストレスなのかなって思ってしまいます。エアレーションダンパーをね、つけたらもうちょっとマシになるかなとは思うけど、エアレーションダンパーね、8000円ぐらいしますからね。これ本体が8000円なんでね、ちょっとね、本体と同じくらいの値段がするパーツを組み込むのはね、ちょっと勇気がいますよね。さあ、バックストレート、画面右側へ。さあ、うまくまっすぐ走らないけど、なんとかインをついていきたい。さあ、インをついて、おっと、危ないコーンを倒すようになりました。さあ、バタ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 して難しい。おっと、コーンの内側を回ってしまいました。こんな感じでね、非常に走りにくいなって、そういった印象でした。さあ、というわけでね、まずはこの DT03 で走ってみました。やっぱりね、すごいバタ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 跳ねちゃって、跳ねるからね、うまくね、こう舵を切れなくて、なかなかね、インをついて走るっていうのがね、すごい難しかったです。ちょっとね、スロットルワークに気をつけないと、ちょっとね、ちゃんと走れないかなって、走るのがすごい難しかったです。やっぱりね、このね、足回りね、さすがね、やっぱあんまりちょっとね、ショックを吸収しきれないのかなってのはね、あります。一応ね、オイルダンパーにはね、書いてあるんですけれどもね、ノーマルのダンパーじゃなくてね。じゃあね、気になるタイムをね、ちょっと見てみましょう。タイムを見てみましょう。さあ、赤い字がね、一番速いタイムね、25秒39、これがね、ベストラップですね。26秒26秒27秒28秒25秒、28秒26秒、だいたい26秒台が平均で、まあ一番速いのがね、25秒台が1回出ましたよって感じですかね。あとはね、もう転んじゃってね、もう拾いに行ってる時間が長くてね、なかなかね、全体を通してね、きっちりまとめて走るってことがね、できなかったですね。さあ、じゃあね、次は TT02B でね、走ってみましょう。さあ、TT02B、もうね、フルオプション、めっちゃ青いですよね。弱い部品をね、もう強化してあります。TT02B はね、ノーマルだとね、ダンパーステムふにゃふにゃでね、ちょっとね、うまく走らないので、こうやってね、フルオプションにしております。さあ、準備ができました。ダンパーもね、エアレーションダンパーが導入されています。これね、タミヤでね、一番安いエアレーションダンパー、4本で8000円くらいかな。これがね、ついています。さあ、走り出しました。TT02B。バックストレート、お、スロットルをね、ギューって握ってもね、安定して走りますね。お、まっすぐ走りますね、こっちの方は。お、小回りも効く。いや、全然走りやすい。すごい、やっぱショックも吸収して、車をね、思ったところに持っていきますね。あ、もう見た感じも全然落ち着いてますね。バタバタしてないですね。やっぱね、バタバタしないってことは、まっすぐ走らせやすい。そしてね、車をね、思ったところに持っていきやすい。いや、やっぱね、足回りって大事ですね。ダンパーってショックを吸収するって。そうですよね、跳ねてないからすっごい操作しやすいですね。さあ、くの字のところを曲がり、バックストレート。さあ、ここもね、もう安心してスロットル握っていきますね。早い。さあ、ここもね、バタバタしないでね。お、コーナーもいいですよね。小回り効きます。いや、やっぱね、四駆っていいっすね。まあ、フルオプションにはね、変えてあるんですけれども、TT02B、やっぱすっごい速いですね。いや、すごく走りやすいですね。
DT03 はね、フルオプションにしなくても走るんですけれども、まあ、DT03 のダンパーを、まあ、エアレーションダンパーに変えたら、落ち着くかなって感じなんですけれどもね、ちょっとね、エアレーションダンパーのところだけね、DT02B がちょっとね、有利なポイントなんですけれども、まあ、それでもね、ビッグウィックはね、ノーマルダンパーでも速いんでね、ノーマルのオイルダンパーでも速いんで、そう考えるとね、エアレーションダンパーの差だけじゃない気はするんですけれども、まあ、すごくね、ショックを吸収しながらね、うまく走ってますね。すごく走れすぎですね。小回りつけてますね。さあ、バックストレート。で、画面右側へ。さあ、コーナーリング。小回りが効きながら、回っていきます。非常に操作しやすいですね。これはね、やっぱね、走らせていて楽しいですね。思ったところに車が行きます。さあ、バックストレート。ただね、ここまで走らせるのにね、めっちゃお金かかりますからね、DT02B。もうね、ハイエンドを買った方がね、安いくらいなんで、まあそこはね、まあ、あれかな。だから DT01 の方がね、おすすめマシンなんですけれども、まあ今回はね、そのライバル対決ということでね、DT02B と DT03 を走り比べをしております。さあ、うん、小回りも効いてね、非常によく走りますね。思ったところにね、車行きますね。これはね、いいっすね。これはもうあれじゃないですか。もう自分の感覚通り、DT02B の方が速いんじゃないですかね。どうですかね。DT02B 走り終わりました。走った感じではね、DT02B あまり跳ねなくてね、DT03 よりは、跳ねないからね、コーナーを攻めやすかったかなって思います。見た感じもね、TT02B のが早かったかなって思います。ただね、タイムを見てみるまでね、わからないんでね。ではね、早速ね、タイムを見てみましょう。さあ、それではね、いよいよタイムを見てみますよ。さあ、一体どんなタイムなのか。お、いや、やっぱ早いな、こっちの方が。23秒台が1、2回も出てますね。24秒フラット、25、26秒。あ、やっぱね、 TT02B の方が全然速いですね。これはやっぱね、感覚が珍しく合ってましたね、走った感じが。というわけでね、今回はね、 TT02B がね、圧勝。やっぱね、四駆はね、こういうオフロード強いっすね。すっごいね、走りやすかったです。タミヤのね、Cタイヤでもね、全然ね、走ることができました。非常にね、あ、やっぱそうかなっていう、今回はね、そういう結果になりました。じゃあね、オフロードサーキットは TT02B の勝利でした。皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。